という自分、若林が怒ら、自分たちの食べたいものを食べるだけのラジオ番組。オーナーシェフ堀江のうんちく聞きながら、調理が終われば試食会。店長有事の進行リバイトの若林直子のたまらないおしゃべり。時にはイベントリアル空想レストランも、空想レストランで現